たくさんの期待を感じながら、その期待をさらに楽しみながらワールドカップでプレーしたいな。本当全員のゴールというのはどのチームもそうだと思いますけども、しっかりと試合で勝っていく、優勝することだというふうに思っています。まあ、前回トップ8にも行ったということもありますし、ワールドカップではもう皆さんみんなのゴールというのは同じだと思っています。まあ、ワールドカップではまだいろんな状況何でも起こりうる試合だと思っていますので、まあ、しっかりとまずは1試合ずつしっかりやって、まずはトップ8にまず行きたいというふうに思っています。まあ、選ばれたことはすごく光栄に思っていますし、すごく今回の大会もすごく責任を感じています。大会でしっかり、結果出すことしか考えていないので、もうここからの、3週間4週間を、体をシャープにしてチームにいい貢献できるように頑張っていきたいと思います。大変嬉しく、そして光栄に思います。落選した選手も中にはいるので、まあ、そういった選手の思いであったり、まあ、ファンの皆さんの思いであったり、たくさんの期待を感じながら、その期待をさらに楽しみながらワールドカップでプレーしたいなというふうに思います。姫野選手に質問なんですけども、国内5試合、キャプテンと長井キャプテンをお伺いしたいんですけども、